はるか。そろそろ来ると思ってたよ、桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。あんまり老けてないな。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ、錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。体力多いな。入らんなってきた。入り出したけど一発一発が軽い。避けただろう。もう終わりか。
ったな。おじさん、ごめんね、ごめんね。今回は全く悪くないよな。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね。おじさん、こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、これは絶対にダメだよな、伊達さん的には。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。懲戒免職で終わるかな、こんなんしたら。やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、クビにできるかな。根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ覚えてるか。遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA、ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の。ああ、どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。一回でいけるかな。難しいんだよな。あれはまずい。どうした？ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。日本かな、ここは。イーグルアイが、いや、ヒートアイか。これがめちゃめちゃ大事。リロード、隠れる、射撃、射撃。うん。
それは、それは辛い。もうほとんど終わってたやん。ちょっと区切りがないのが辛いよな。あのトレーラーのここからぐらいでええよな。ここで体力回復する？バカでゲノリだぞ。
食らいすぎか。ここまではなんとかいけるようになったな。終わった。ちょっとギリだったけど。だいぶ手が痛なったな。毎回苦労するな、ここは。島の線とここはほんま苦労する、毎回。妹死んだ。そのドスどうするつもりでも置いてたん。切腹か。なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。錦山のことは上山ってないけど、一応仕事はしてるんだよな。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか。は？あのな、おめえはどこまで至るなんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは誰がヘタレだって。誰が気流よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。式になった。実際問題、一でそんなことしたらパリッパリなるだろうな。一人殺すも同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し、桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。そうだよな。こうなってみて思うけど、やっぱ妹のことを桐生ちゃんに頼んで自分が入るべきだったよな。そうなったら錦は殺されてたかもだけど。
夜通し走ってたん、横浜から。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした？ひいたいてるってことは、まあ12月だし寒いんだよな。あんな腹出して。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てた。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。まあプレイヤーは知ってるけど、錦のことが好きなんだよな。キリュちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジ君、お前どうした？レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？
今俺と逃げてます。シンジ今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー祭の河原が見えます。シンジ待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。二人のフラグがビンビンだな。いや、まあ強化は裏でやるとして、まあ一旦こんなとこで締めてみようかな。ちょっとあの高速んとこ編集したらどれぐらいになるかわからんけど。さて、やっぱりというかめちゃめちゃ身近なったからまた撮ってるんだけど、シンジが結局レーナを連れて逃げてるんだけども、二人とも血だらけで道に血がめちゃくちゃ落ちてると。うわ若林、足はまだかな。もう終わってて気づいてないってことない？バトル終わってた。じゃあ堂島の竜で行こうか。ここか。あれこの辺のはずだけど、やっぱりまともに血を負わんとダメなんか。じゃあここまでまた戻るか。初めの頃よりはだいぶマシだけど、堂島の竜まだまだ使いづらいよな。だろっていうぐらいの血がここで落ちてて、これを点々と、でこっちに行ってると、あここにあるか。成金野郎を倒していくか。財布ですか。やんのか。やっぱり一番チンピラがやりやすいよな。
で、あ、ここに兄さんおる。兄さんとはちょっとやっとこうかな。本当はまっすぐだったけど。よいしょ。と兄さん倒すのクロスぐらいまで育ったよ。まあ、単純に体力って多いんだよな。の体力減らすのがすげえ辛いんだよな。あれ、なんか勝手に後ろ向いてた。減らせてるという。違うんだ、コーンを取ろうとしてるだけなんだよ。疲れるな、兄さんとの戦闘。さすがや、せや。まだな、キルちゃん。おもろいな。
兄さんの声が。左にテントある。すげえいろんなとこ行ってんな。売れないなった、ないなったよ。多いな、長野さん。ドス持っとるやんけ。これがなるの嫌で殴りに行って刺されたな。よいしょ、取り引き。それけど死んでるよね。まあ、中なら場所によりわからんか。ここにあって、おお、電話だ。やっぱりこれがフラグだったんだな。雑居ビル跡です。サイの川の近く、バッティングセンターの裏。わかった、早く来て。俺が行くまでし、これを聞いとかんと言っても起きんのだな。あいつはちょっとそこの前、後悔するな。壁ちゃん、まだや安い。で30回達成し した。これで次のやつはもうないかな。助けんでええかな。30回で終わりだな。許してください。さて、まあ時間微妙なるけど行くか。に向かっています。そんなとこ行ったらもうそっから先逃げ場がねえ。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。わかった、すぐにそっちに向かう。ま
な、キリュウちゃんを当てにしてるんか。でもキリュウちゃんは迷子です。こうか、これああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴。そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。早っ。もう飲んでないんだから。んから投げてる。いや、まだ。カウンターを置いてる L 字の。ちょっと堂島のルー竜解放が中途半端だからワンパターンの攻撃になるな。
多すぎるな。なんか向こうの部屋に一人おるな。アイテムないか。チャンスだったな。ショットガンがある。気のやつおった。もう止まらんか。もう一回極みしたいんだ。いいのできた。浦さん、道島の利用遅い。あれ、上の階登ってもたか。
達成したな。もうないんちゃうか。もうこれで好きに戦っていい。よしよし。さて、ぼちぼちボス戦にもなるし、一旦こんなとこで切ろうかな、今度こそ。